山口の旬を入り口に、産地ならではの絶品料理を探します。榎本正浩のご飯のお供旅。今回の食材は今が旬、周南市のハモ。漁師さんたちが自ら立ち上げたこの会社ではハモの加工品を作っています。うわ、きれい。指揮からくるっとなった。そこもくるんってなってる。美味しそう。こちらはハモのカツだそうです。ハモカツはもうどこへ行っても恥ずかしくないですね。で、学校給食にも、去年から入ってますので、ちっちゃい子に食べてほしいというのが僕たちの願いで。うわうわうまそう。うちのはハモフライじゃなくてハモカツなんです。カツ、ね、揚げたてを食べてみてくださいよ。うわ、いいな。うわ、渾身の一品です。あー、これはタルタルソース。いただきます。まっ、噛めば噛むほどうまみすごい。骨はどうですか、残ってますか。一切気にならないですね。骨なんかあります。もう鴨料理オンパレードなんですけど、これがじゃあ自慢のね、こちらが先ほどの指切りと、はい、と炙り、はい、とハモカツですね。ハモカツ。早速じゃあ指切りからいただきたいと思います。こちらでいただきます。進んでる。ご飯が進む。めちゃくちゃある。こんな旨味あるんですね。なんかもっともっと白身魚なので淡白なのかなって思うんですけど、もう全然。じゃあ炙り、炙るとどうなるの。味噌ディップ、いただきます。うわ、酢味噌めちゃめちゃ合う。自家製は美味しいんです。あ、これ自家製。自家製です。だからか。酢味噌だから辛子も入ってる。なるほど。この酢味噌、うちはマグロが、湯引きも炙りも手で持って食います。2歳のマグロが。贅沢ですね、ワイルド。自慢のハモカツ、先ほどもいただきましたが、はい、とんかつソースでっていうのもちょっと気になりますね。うん、カツといえば、なるほど。冷めてもサクサク、身もホクホクっていうか、その柔らかくて、これが お弁当とか給食でできたら、それはテンション上がりますよ。まあ一応今新商品でハモカツサンドとかハモカツドッグとか、そちらの方も考えています。すごい。漁師さんが自ら立ち上げたこの会社、ハモを取るだけでなく加工して付加価値を生み出すことで、若い漁師たちの収入安定につなげているんだそうです。まあ、見られて分かるように皮1枚。本当に今漁業者が少ないので、ね、1人でも多く、で1人でも多くやめてほしくない。あ、で入ってくるんです、うん、入ってくるけどやめていく人が多いので、入れるよりもやめる人をまず少なくするのが大前提かなと思います。